日本とその起源は奈良時代にまで遡り、独自の技術と文化によって発展を遂げてきました。日本刀の特徴は美しい反り、片刃、そして折り返し鍛錬法による強靭な鋼鉄の刀身です。刀身と茎が一体化し、焼き入れによって独特の湾曲が生まれます。断面形状は五角形から七角形、甲作りによって軽量化と強度を兼ね備えています。日本刀は用途や持ち主に合わせて様々な種類があります。戦場で敵を斬るための太刀、普段使いの内刀、護身用の脇差し、そして小刀としての短刀。優れた性能と芸術性を持つ日本刀は時代を超えて人々を魅了し続けています。国宝や重要文化財に指定されている刀剣も多く、日本の歴史と文化遺産としての価値は計り知れません。日本刀の武器としても優れているで、日本刀は世界中の刀剣と比較しても以下のような点で優れていると評価されています。切れ味、日本刀は独特の製法である折り返し鍛錬によって非常に高い切れ味を実現しています。これは鋼と軟鉄を何度も重ねて鍛えることで、硬い鋼と柔らかい鉄の両方の性質を兼ね備えた刀身を作る技術です。強度、日本刀は刀身に反りをつけることで強度を高めています。反りによって刀身全体に力が分散されるため刀身が折れにくくなります。扱いやすさ、日本刀は刀身が薄く軽量であるため非常に扱いやすい刀剣です。また柄の部分が長くしっかりと握ることができるため長時間使用しても疲れにくくなっています。美しさ、日本刀はその機能性だけでなく美しい美術品としても評価されています。刀身の刃文や地肌、木などの細部まで職人の技が光る作品が多く存在します。世界の同種の武器との比較、日本刀は西洋の剣や中国の刀剣と比較しても今まで見てきた点で優れていると言われています。西洋の剣は日本刀よりも重く扱いづらいため素早い動きには向いていません。また両刃であるため片刃の日本刀よりも切れ味が劣るとされています。中国の刀剣は日本刀よりも厚く重いため斬撃よりも突撃に適しています。また刀身がまっすぐであるため日本刀のような複雑な動きには向いていません。日本刀は切れ味、強度、扱いやすさ、美しさなどを兼ね備えた非常に優れた武器といえます。そんな日本刀の起源は弥生時代にまで遡ります。この時期には大陸から鉄器技術が伝来し、日本国内でも鉄製武器が生産されるようになりました。古墳時代になると刀剣はより精巧なものとなり装飾も施されるようになりました。日本刀の製作は全国各地で行われていました。しかし特に有名な産地としては山城国、現在の京都府、備前国、現在の岡山県、相模国、現在の神奈川県などがあります。日本刀の歴史の中で特に著名な刀工としては以下のような人物が挙げられます。日本刀の祖と称される刀工、三条宗近、平安時代、鎌倉時代の代表的な刀工、山城国は渡口義光、鎌倉時代、愛宗伝の祖、政宗、江戸時代初期の名工、三条将丹谷宗近、これらの刀工たちはそれぞれ独自の技術を開発し日本刀の進化に大きく貢献しました。ここからは日本刀の製造技術に迫っていきます。折り返し鍛錬法、折り返し鍛錬法は日本刀の製造過程において鋼と軟鉄を交互に重ねて鍛接し何度も折り返して打ち伸ばす伝統的な技術です。この技術は日本刀の優れた強度とうつぼ性を生み出すために不可欠な要素です。折り返し鍛錬法を行うことで以下の効果が得られます。不純物の除去、鋼と軟鉄を何度も折り返すことで不純物が除去され鋼材が均一になり、炭素の均一化、鋼と軟鉄を混ぜることで炭素が均一に分布し刀身全体が硬くなる。結晶粒の微細化、何度も打ち伸ばすことで結晶粒が微細化し強度とうつぼ性が増加する。折り返し鍛錬の回数は刀の種類や刀法によって異なりますが一般的には10、20回程度行われます。回数が多いほど不純物が除去され鋼材が均一になりますが作業時間も長くなり難易度も高くなります。刀身と中子の一体構造、刀身と茎中子が一体とは日本刀の構造を指します。具体的には刀身と茎は別々の素材で作られるのではなく同じ鋼材から連続的に作られていることを意味します。刀身とはその名の通り刃の部分、中子とは日本刀を持つ時に直接触ることが許された部分のことで柄の中に込めるという意味からその名がついています。一体構造のメリット、強度が高い、刀身と茎が一体であるため
衝撃に強く、折れにくい、柔軟性がある、刀身と茎が一体であるため、刀身全体がしなり、衝撃を吸収する、軽量化、刀身と茎が一体であるため、無駄な材料を省くことができ、軽量化できる、一体構造と別体構造の比較、刀身と茎が別からがで作られている刀剣も存在します。別からが構造は、製造が比較的簡単で、修復も容易ですが、強度や柔軟性において一体構造に劣るとされています。例えば西洋の剣、は柄頭と刀身が別からが構造で、柄頭は金属や木材で作られ、刀身は鋼鉄で作られています。しのぎ作り。しのぎ作りとは、日本刀の刀身断面形状の一種で、刀身の中央に稜線となる、甲、しのぎ、を設けた形状を指します。別名、本作り、本作り、とも呼ばれます。特徴として、刀身断面がひし形になる、強度と軽量化を両立、切れ味と突き刺し性能の向上、が挙げられます。甲作りの刀身は、大きく分けて以下の3つの部分から構成されます。胸、刀身の背側の部分、甲、刀身の中央にある稜線、刃、刀身の刃先側部分、甲作りは、平安時代中期頃に登場したと考えられています。それまでは、平ら作りと呼ばれる、刀身断面が平らな形状が主流でした。しかし、甲作りの登場により、刀身強度を保ちながら軽量化を実現することが可能になり、日本刀の主流形状となりました。刃文とは、日本刀の刃文のことです。日本刀を光に当てた時に現れる、刃部分の白い模様のことを指します。刃文は、刀身を焼き入れする際に、鋼と軟鉄の冷却速度の違いによって形成されます。鋼は軟鉄よりも硬いため、冷却速度が速くなります。そのため、刃文は鋼の部分に多く現れます。刃文は、日本刀の美しさの一つとして鑑賞されます。刃文の種類や形、大きさなどによって、刀工や作刀年代を推測することができます。日本刀は、独特な製法と素材によって、優れた性能を持つ武器として知られています。ここでは、日本刀の特徴を科学的な視点から説明します。日本刀は、硬い鋼と柔らかい軟鉄を組み合わせることで作られています。鋼は、鉄に炭素を多く含んだ合金で、硬くて強い性質を持っています。一方、軟鉄は、炭素をほとんど含まない鉄で、柔軟性があります。刀身は、鋼を芯材として、その周りを軟鉄で包み込むように鍛接されています。こうすることで、刀身全体に硬さと柔軟性を兼ね備えた性質を持たせることができます。刀身を完成させるためには、焼き入れと呼ばれる熱処理を行います。焼き入れは、刀身を高温に熱してから、急冷することで行います。日本刀の刃文は、焼き入れによって形成される独特な模様です。刃文は、鋼と軟鉄の冷却速度の違いによって形成されます。鋼は軟鉄よりも硬いため、冷却速度が速くなります。そのため、刃文は鋼の部分に多く現れます。刃文の種類や形は、刀工や作刀年代によって異なり、日本刀の鑑賞ポイントの一つとなっています。日本刀の刃文は、焼き入れによって形成される独特な模様です。刃文は、鋼と軟鉄の冷却速度の違いによって形成されます。鋼は軟鉄よりも硬いため、冷却速度が速くなります。そのため、刃文は鋼の部分に多く現れます。刃文の種類や形は、刀工や作刀年代によって異なり、日本刀の鑑賞ポイントの一つとなっています。日本刀は、鋼と軟鉄の組み合わせ、焼き入れ、刃文、微量元素などの要素が化学的に作用することで、優れた性能を持つ武器として知られています。これらの要素は、日本刀の歴史と伝統によって受け継がれてきたものであり、現代の科学技術でも簡単に再現できるものではありません。日本刀の重さは、刀の種類や大きさによって異なりますが、一般的には約 1kg、1.5kg 程度です。一番重いとされる日本刀はヒゲ節で、約 3.3kg と、現存する日本刀の中で最も重いものです。日本刀の長さは、刀の種類や用途によって異なりますが、一般的には刀長約 60cm、90cm 程度です。一番長いものは大半柳長光で刃長約 221cm と、現存する日本刀の中で最も長いと言われています。日本刀の価格は、刀工や作刀年代、刀の状態などによって大きく異なりますが、数百万円から数億円程度のものまで存在します。一番高価なものは三条はじめ金作のもので、数億円とも言われる高値で取引されていると言われています。日本刀の作製本数、日本刀の正確な作製本数は不明です。しかし、鎌倉時代には約50万本、戦国時代、
庭約300万本、江戸時代、庭約500万本生産されたと推論します。刀剣は古くから戦場や日常生活で使用されてきたため、紛失や破損によって多くの刀が失われてきました。さて、江戸時代は戦乱がなかったにもかかわらず、500万本もの日本刀が作られた理由について、いくつかの推論をご紹介します。江戸時代は太平の世でしたが、武士は依然として支配階級であり、刀は彼らの身分と権威の象徴でした。そのため、武士は自身の財力や家柄に応じて、高価な刀を複数所有することが一般的でした。また、人口増加と経済発展により、刀の需要が拡大しました。刀は武士だけでなく、農民や商人など一般庶民にも広く普及しました。さらに、江戸時代には、日本刀は東南アジアやヨーロッパなど海外にも輸出されていました。そろそろ、お時間のようです。日本刀は、単なる武器ではありません。それは、日本の魂であり、美意識の結晶です。その姿は、優美であり、力強く、そして神秘的です。日本刀は、私たちに語りかけてくれます。武士の誇り、戦いの激しさ、そして平和の尊さを、日本刀は、日本の歴史と文化を体現する存在です。そして、これからも人々を魅了し続けるでしょう。